こんにちは、土の子です。星のカービィ ウィーデラックス続けていきましょう。さあ今回ですね、今回ですねウィップチャレンジの方ですねやっていきたいと思います。タイミングよくムチを打て、遠くのスコアコインを引き寄せるんだ。これやった後にねエクストラのステージも進めていこうかなと思います。エクストラにもね同じウィップチャレンジ出てると思うんで、よし頑張ってみるぞ。今度こそあれいけるかな、技を見る。タイミングよくムチを打て、いきましょう。頑張るぞ、ウィップチャレンジ。ウィップでアイテムを攻撃すればこちらに引き寄せられる。上の敵アイテムは天井打ちだ。バタフライ台風で登りながらスコアもコインもゲットだぜ。バタフライ台風がポイントかな。ちょっとバタフライ台風の出し方だけちょっと見てみましょう。バタフライ台風上下して B、 OK。 でこれで、ああなるほど。でパン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 で、ここがちゃんとこうしないと無理っぽい。あ、これがバタフライ台風か。おお、いいね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 、なるほど。ここも、おお、いいね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 。ほうほうほう、気持ちいい。え、これどうしたらいいのこれ。ちょっと時間かかってますねちょっと時間かかってんな。よし、なるほど。ん、え、これ何。あ、これか。は、あ、なるほど、これね。あー、なるほど、くそそういうことか。あ、なるほど、こうね。あー、ちょっと取り逃した、マジか。むずい。むずく、あー、しかもつけてないいやーマジか、むずいぞこれ。最後はバタフライ台風で、いや全然何にも取れてない、やばすぎる。14000やばい、攻略のコツを頼む、ひどすぎる。前に固まってる時はダッシュ技のサイクルリボンで一気に倒そう。なるほど、スコアとコインの100列ウィップがおすすめだ。バタフライ台風は発動中、横移動できるぞ。なるほど、よし頑張ります。だからダッシュウィップでいいのかな。あ、ダメなんだ。え、マジ、これじゃあこれしないとダメってこと。はい、ちょっと待って、もう一回ちょっとちゃんと見よう。ムチ打ち、百列ウィップ、天井打ち、サイクルリボン、キャプチャーウィップ。長くやるのがキャプチャーウィップしかないよねこれ。あ、そんなことない、普通に取れるわ普通に取れました。はいはいはい、よし取れてるね。で、これで、あ、ちょ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 、ほんほんほん、オッケー。で、ポンポンポンで、ここでよし、え、オッケーオッケーオッケー、いいよ。で、こうで、どう、ここでこうしてこうして、よしよし、取ってる取ってる。はい取り逃した。むずっ、勝手に灼熱になるとダメなんだよな。こういうことでしょ、全部余さずいただきますよ美味しいです。これで
多分あー百裂ウィップじゃダメと。なるほど、あ違う、百裂ウィップじゃん、ハリケーンじゃダメで、あここは最後はロングで右側か。16000。あれちょっとなんか取り逃してる、なんか取り逃してんのかな、ちょっと見れてないとこあるのかも。だんだん分かってきましたよ、ちょっと待ってくださいね、分かるまで。はい、よし、はいはい、 OK よ。もっとなんか綺麗にいくのはどうしたらいいんだろうね。あーもうここもたついちゃうのな、どうしてかな。あなんか上にあったぞ、あ上にある、あるあるある、ちょっと待って今上にあったな、何これ。おおこんなとこにようやくシアセマが何かを発見しいたしました。こうかはあちょっと待って、ちょ待って、よし、これ上なんか意味あんの。あー救助みたいな感じか、なるほど大丈夫です。よしで残り1分ポン、あでここか、はい、よしこれは OK で、コインちょっとまずしっかり全部取ることを意識。はい、ねえほんとやだもう、いやむずい、ちょっと待ってむずいな、いやー難しいぞ、ちょっと待てよ。はい、ここで嘘でちょっと金だけ落ちることある、なんやねん。あのねここが危ないね、ちゃんと倒した扱いになるのかな今ので、ここですよ、あっちが短くなった、もういやーひどいいやーひどい、全然ゴールドも取れない、めちゃむずい。よしちょっと頑張ってみますね。さあだいぶやったんでね、しっかりいきましょう、いくぜ。はい、まずはゆっくりとちゃんと一個ずついってと、素早くしかし丁寧にいきますよ。はい、ここもハリケーンでさーっと速やかに取っていく。はい、OK、 落ち着いて、わダダダダーン、はいトン、はいトン、こう取っていき、いいぞ。でここも台風でピューンと登っていく、 OK、 いいぞ、頑張れ頑張れ自分頑張れ。はい、でここもこうして、ここしっかり落ち着いてポン、いやいい、バッチリ。さあここのエスカレーターですね、しっかりやんなきゃいけないの。はいトン、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 はい上、はい上で、ここ、はい、あ嘘嘘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 、ついて、はいこっちこっちこっち上、はい上、はいボーンと取って、こっち、よしいいぞ、すぐにこっちで落ち着いてトントン、よしよ、さてとここ行ってタタタタン、ここもしっかり取る、はい、しっかり余さずに取りますよ、 OK、 あー今ミスった今ミスった、さあ落ち着け落ち着け、できる大丈夫、はい上上、はい上、危な、はい、さあ最後、はい、よし
もう最悪、もう出なかった台風が。ほんと最悪。最後だったのに、もう。ひどいよ。くそ。いやー、最後取れなかった、もう。どう？どう？え、コイン取れてない？もしかして。どっかコイン残してんの？くぅマジむずい、ほんとに。え、コインどっか残してんだ、やばっ。ちょ、わかんないっすもん。おい、今ね、コインめっちゃよく見ながら行ったんだけど、どこ取れてないのかわかんないっす。くそー、悔しいな。プラチナマジ取れない。頑張ったんだけど。ということで、エクストラの方行ってみましょう。よし。ふふ。やばいな、これ。あの、エクストラのステージできるかなと思ったけど、できねえな、これ。もう疲れすぎて。いきます。ウィップチャレンジエクストラバージョン。ねえ、どうしよう。どこにあったんだ、マジで。あー、すごい、めっちゃでっかくなってる。こういうことですよね、多分ね。こう、いろんなとこで広がってるから、基本的に同じかな。大きくなってるだけ。 OK、 はい、ほらほら、配置もそんなに変わってないね。ここは大丈夫。ちょっとよく見ながら行こうっと。はい、スターン。これはね、そんなに難しくありません。ふうふう。よく見ながら。コインどこ通り逃してんだろう、マジで。はい、よし、バッチリ取ったね。これ取ったよね。マジでどこ取り逃してんだかわかんないな。よし、でここはしっかりとこう、オッケー。でこうこうして、よし、取ってる。はいはい、よし、オッケーオッケーオッケー。大丈夫大丈夫、全然問題ないよ今んとこ。はい、うわ、マジか、あぶねえ。取れてる取れてる、よかった。テクテク。マジでこれ30秒でいくの、これマジで。これをこうしっかり、はい、うわ、むずい。ちょっと待って、これ最後むずいわ。マジかよ今の。え、最後むずくね。あ、もしかして最後さ、これであのブイーンって言って いくといいのか。ブイーンって言っていいのかってわかんないと思うけど、これで、あ、全然取れないや。でも、どうなんだろう。いや、取れるのかな。で、絶対コインどっか僕ミスってんだよね。どこで、どこをミスってんだろう。ノーマルの時に何回やってもね、コインマックスが取れなかったんで、コイン全部取ったやつ。よし、ここだよ、マジで。いや、無理だった、ごめんなさい。無理でした、すいません、できません。金取るのが精一杯です。やっべ、意味わかんねえ、マジで。最後のとこ、これ攻略のコツないもんね。合ってないようなもんだよね。ダッシュ技でしょ、連打、100列ウィップ、横移動できる。うーん、僕には思いつきませんでした。くそー、悔しいな。結局やっぱゴールドしか取れない。ゴールド以上が取れない、本当に。はい、ということで今回はマホロアランド行きましょう。
ちょっともうだいぶね、無言でずっとプレイしてたんで、ふう、今回こそもう刹那の見切りをね、もう本当に見切っていきましょう。もう押していきましょう。見てから押すじゃ遅すぎる。この心で見るんだ、心の目で。ふう、あー、見てから押しちゃったよな俺も。パパーンってぐらいで押さないとダメなんですよね。結局やっぱここら辺になっちゃうとね。15かな。いかん。ダメダメと思ってもね、先に押せないこの悲しさ。ふう、はい、ということで今回はここら辺で終わりましょう。ウィップチャレンジ、プラチナは皆さん取れてるんでしょうか。めちゃめちゃむずいね。でコインどこわかりません。もしわかる方いたらこっそり教えてください。ということで、よかったらまた次回も見てください。それでは、つちのこでした。最後まで動画を見てくれてありがとう。おすすめ動画もよかったら見てね。チャンネル登録まだの人は登録もお願い。ゲーム以外の動画は実写チャンネルに投稿してるよ。遊びに来てね。